とっておきの方法があるんだ。言ったよね。枯れない桜はいい夢も悪い夢も叶えてしまう。いい夢を残して悪い夢を排除する。僕は今まで枯れない桜の外部フィルターの役目をしてきたんだ。だましだましここまで来たけど、それももう限界。なら私にも協力させてください。ありがとう。でも乙女ちゃんには無理なんだ。どうして？枯れない桜は生み出した僕にしかコントロールできない。こうなった今、僕が内部フィルターになるしかないんだ。枯れない桜に取り込まれて、中から悪い夢を排除する。それって、さくらさんがいなくなるってことですか？そういうことになるね。さくらさん？こんな遅くに出かけるんですか？よしゆきくん。なんですそんなジロジロ見て。よしゆきくん。はい。ちょっとさくらさん、髪まだ濡れてますか？さよなら、よしゆきくん。さくらさん。充電完了。サンクス、ヨシユキくん。それじゃ、おやすみなさい。さくらさん。バッサリやっちゃって。女の子が失恋した時くらい。それはまた難しいことを言う。それにしてもお兄ちゃんってば失恋しちゃうよね。何が？さっきのことだよ。僕がお兄ちゃんに頼み事したいって言った時。なんかあったか？お兄ちゃんの第一声、あんこは多めでいいなって。それじゃあ僕の頼み事が食べ物のことしかないみたいじゃないか。なんだそんなこと、別にいいじゃないか。全然よくないよ。そうは言っても出したまんじゅうはしっかり食べたじゃないか。それはそうだけど、だって食べないのももったいないし。理由を聞かないの？突然髪を切りたいなんて言い出したことかい？うん。かったるい。かったるい。久しぶりそれ聞いたの。ミスターかったるいなんて呼ばれてたな。でもそれは照れ隠し。お兄ちゃんかったるいって言いながらも、困ってる人がいるといつも最後まで面倒見てたもん。そうだったかな。かったるい。照れない照れない。ほらからかうもんじゃないぞ、さくらんぼ。さくらんぼ、それも久しぶりに聞いた。よく僕のことそう呼んでくれたね。ありがとう。どういたしまして。静けさの中で無数の花びらは舞う。途絶えることはなく、移り変わることもなく、さながら一つの事象が繰り返され、悠久の時を経ていく夢のような世界。その静けさを破ったのは僕。僕は君のおかげで夢を見ることができた。僕の引き起こした不幸を収めるため。
綺麗な姿だね。本当に僕の大切なものを守るため。随分と長い間無理をさせてしまったね。幕を引きに来たよ。今までありがとう。さあ始めようか。